アリウムチューバローサムニラは、ネギ族に属する、多年草、緑黄,黄色野菜である。古事記では神、紙領万葉集では、久々美良し、小燥陰文書には、いよいよ領とそれぞれ記載されている。このように、古代においては、ミラと呼ばれていたが、陰性期頃から不規則な天下系、ニラが出現し、ミラを駆逐して、現在に至っている。近世の女房言葉に2文字がある。 別名は、二文字。日本の地方による方言では、二文字、ジャマ、ニラネギ、小ネ根カ、土地、ヘンドネブカ、キリビラ、チリビラ、キンピラ、ウンダーなどがある。英名は、チャイニーズチャイブ、仏名は、アイオードライン中国植物名は、ニラナという、多年生草本。中国原産で、広く畑に栽培されている。地下には横に連なった。 小さな輪形がある。株の大きさは普通高さ3 0トル内外、幅20から3 0トルに広がる。食用とする葉は線形で扁平、能力色。花期は夏で葉の間から30から4 0トルほどの一本の花形を伸ばす。花形の先端に半球形の三型花状をつけ。 計6から7ミリメートルの白い小さな花を20から40個も咲かせる。花弁は3枚だが、ストが3枚あり、花弁が6枚あるように見える。湯水は6本、脂肪は3室になっている。花後に果実を結び、こなすと割れて、中から6個の黒色の小さな種を散布する。冬になると地上部の海かれ、春になると地上から再び葉を伸ばす。本種の原種は、 中国北部からモンゴルシベリアに自生するアリウム、リモサムで3000年以上前に栽培化されたと考えられる。この種とニラを同一種とみなす場合もある。株分け、または種によって増やす。全僧に独特の匂いがある。このため、全臭などの精進料理では五君の一つとして忌避される。匂いの原因物質は、ニンニクにも含まれている硫化アリル類の一種アリシンである。 畑で栽培されているニラ比較的栽培は容易で、4から10月頃が栽培期とされる。栽培に適した土壌酸度は pH6.0 から6.5で、栽培適温は15から23度、発芽適温は15摂氏25度とされている。種から育てることはできるが、初期の生育は遅く、収穫までには半年以上はかかる。苗を植えて育てれば、 4から5年ほど繰り返し収穫も可能で、葉は1年間で4から5回ほど収穫することができる。一般家庭ならば、プランターを使ってニラ栽培も可能であるが、根が混み合って生育が悪くなりやすい。2年目から収穫量が増えるが、数年育てると根が混み合って、葉は細くなる。そのため、2月下旬から3月上旬の休眠期に掘り上げて、 茎が3から4本つくように株元を分割して植え直す。ニラは多湿を嫌うため、堆肥などを多くすき込んだ水はけの良い土地に植えられる。苗の植え付けは春に行い、6から8月の成長期間は肥料切れを起こさないように、2週間から1ヶ月に1回ほど追肥も行われる。収穫期は6から9月頃で、草丈25から30センチメートルになったところで、 葉を収穫できるようになる。収穫の目安は、地際から5センチメートルほど残して釜などで刈り取るようにすると、収穫2から3週間後には、再び葉は伸びてくる。初週までの間は繰り返し収穫できるが、家計の蕾が出てくると葉が硬くなるため、家計を蕾のうちに早めに摘み取って、夏場の収穫は控えられる。折り取った家計は、 花にらとして食べることができる。冬になると、寒さで地上部が枯れたら、枯葉を切り取り、翌春の葉の収穫を控えて、株の周辺に対比をまいて地下部を充実させるように、する。病虫害として、アブラムシやアザミウマがついたり、サビ病にかかる場合がある。日本国内の生産量は、約6万トンで、全生産量の4割超1位の高知県と2位の、 栃木県が締め、ついで、茨城県、群馬県、宮崎県、福島県、北海道が続く。ニラの生育に適した温暖な気候で知られる、高知県港南市や、餃子の町である、栃木県宇都宮市の周辺などが、主な産地として知られる。中国では薬膳に、日本でも薬用に使われるなど古くから親しまれてきた、緑黄色野菜で、 ベータカローテンの含有量が高く疲労回復や健康増進にも効果があるとされ、炒め物や卵とじなど様々なスタミナ料理に利用されている。野菜としての旬は4から8月とされ、茎はしっかり弾力があり、葉は鮮やかな緑色で艶があり、葉先がしっかりして肉厚で幅が広いものが良品とされる。主に食材にする緑色の葉ニラのほか、花ニラ。 木ニラがある。生であると、ニラ特有の臭みがあるが、加熱すると刺激臭は柔らぐ。韓国料理のニラ縮み、細長くまっすぐに伸びた葉は加熱すると柔らかく、和食で汁の実や薬味、おひたし、炒め物などにするほか、中華料理や韓国料理によく用いられる。若い加賀も、おひたしや炒め物として食べられる。中華料理では、単独や、 他の野菜や肉と合わせた炒め物、レバーと炒め合わせたもの、焼きそば、餃子の具、ニラ饅頭、春巻き、ニラの卵とじなどがポピュラーな用途である。春節には、キニラと豚肉を使った春餅の料理を食べる。北京料理では、羊肉しゃぶしゃぶの薬味の一つとして、ニラの花の塩漬けが用いられる。郷土料理では、岡山県で、キニラが寿司の具としても用いられる。 栃木県鹿沼市などでは、蕎麦の具として茹でたニラを添えた、ニラ蕎麦がある。大分市周辺には、ニラを主な具とする、ニラちゃんという麺料理がある。栄養価が高く、ニンニクと並び、スタミナがつく食材として利用されている。特にベータカロテンが過食部 100g あたり3500マイクログラムと、かなり豊富で、ビタミン C、ビタミン K、カルシウム、リン、鉄。 洋酸などの栄養素に富む。野菜にはあまり含まれることがないビタミン E も富んでいる。カロテン、ビタミン E は、葉の緑が濃い部分に多く含まれる。ただし、火に当てないで育てたキニラの場合では、すべての栄養素でハニラに劣り、食物繊維だけは豊富である。匂い成分の硫化アリル類の一種アリシンが、豚肉やレバーに多く含まれるビタミン B1 と結合して、 その吸収を良くし、糖質の分解を促進する効果があり、代謝機能、免疫機能を高め、疲労回復に役だと言われている。アリシンは、ニラの根元の白い部分に多く含まれており、殺菌作用があり、血液循環を促して、新陳代謝を活発にする働きがあるとされる。野菜としてのニラは、すぐに痛みやすく長期保存ができない。保存するときは、根元を濡らした。 ペーパータオルなどで巻いて、ポリ袋に入れるかラップで包んで、冷蔵庫に入れておく。全体に、ニンニクの成分であるアリーンに似た、アリルスルフィドという岩粒化合物の精油成分を多く含む。この成分は、炎症を沈め、汗を出して、熱を下げる作用があると言われている。ニラに含まれるアリシンは、血液を固まりにくくする働きもあり、血栓ができにくくし、脳や、 心臓の血管が詰まるという致命的な病気のリスクを下げる効果が期待できる。体を温める薬草で、栄養を採取して、陰干しにしておいたものが、ニラジロといって、毛に、下痢止め、滋養競争に役立つとされる。商用は、ニラナとも呼んでいる。また、9月頃花が終わって、自然落下する前の種子を採取して、日干しにしたものが、木薬となり、 ニラコと呼んで、腰痛、異性、貧乳に用い、酸タンなどに配合される。民間療法では、ニラジロウを追加治療 10g、水 600cc で半量になるまで煎じて、食感に3回に分けて服用する用法が知られる。生の形容を、汁物や味噌和え、顆や雑炊などに入れて普通に食べても、同様の効果が期待できる。風邪の初期には、 形容を細かく刻んで、蕎麦や、うどんの薬味ににして食べて、すぐ就寝すると、汗を出して、熱を下げる発汗下熱の効果がある。下痢や、頻尿の時は、乾燥したニラコをついた治療3から 10g、水400から 600cc で煎じて、食感3回に分けて服用すると良いと言われている。足や腰を温めるため、頻尿や夜間尿に効果があり、 尿漏れやインポテンツにもよく、しゃっくりを治すと言われている。ただし、手足がほてる人や、顔がのぼせやすい人へは、服用筋器とされる。切り傷やすり傷には、醤油や輪形を細かくちぎって、手で揉みつぶして患部につけると、止血の効果がある。形状や色がよく似た水仙の葉をニラと間違えて食べ、中毒になった例がある。 玉ねぎと同様に犬や猫などの動物が食べた場合にはアリルプロピルジスルファイドによって血液中の赤血球が破壊され血尿、下痢、嘔吐、発熱を引き起こすことがある。ニラは春の季語である。ただしニラの花は夏の季語である。ネギ赤の別属にも和妙にニラを含むものがあるが本種とは禁煙ではない。中国では 一般の餃子にはニラを混ぜ入れることは少なく、ニラを使うものは、救済餃子と称して区別される。AB オネクラコウジ、カジタタダシ。アリウムチューバローサムロットラーエクススプレーン。BG プランツワミョー学名インデックス。2012年7月8日閲覧。ABC、アリウムチューバローサムロットラーエクス・スプレーン。 トロピコス、ミズりリ・ボタニカル・ガーデン、1840万121、2012年7月8日、閲覧。AB、アリウム・チューバ・ローサム・ロットラー・エクス・スプレーン。インテグレーテッド・タキソノミック・インフォメーション・システム。2012年7月8日、閲覧。ABCDFGHI ・カイズ・ヨシタカ、1995、P135、小学図書、日本方言大辞典小学館。 1989年。チャイニーズチャイブ2012、P40、ABCDEFGH 田中孝治1995、P200、ABCDEFGHIJKLMN、藤田里史監修 NHK 出版編2019、P196、ブラッドナー、フランク、R& フリーズン、ニコライ、リレーションシップビトゥインチャイニーズチャイブ。 アンドイッツ・ピュータティブ・プロジェニッター・ A、リモサム・アズ・アセスとバイランダム・アンプリファイド・ポリモルフィック・ DNA、ドキュメンティング・ドメスティケーション、ニュージェネティック・アアルケオロジカル・パラダイムズ、ユニブ、カリフォルニア・プレス。バークリー、134から142、ABCDFGH 講談社編2013。 P23、ABCDFGHIJ 主婦の友社編2011、P141、ABCDF、e、のまた稽古監修整備動出版編集部編2012、P40、ABCDFGHI 主婦の友社編2011、P140、貢献手、中国天津制作図解、万里帰飲食店地出版社、1994年、 中国、香港の天心の作り方を示す書籍にニラを混ぜる、記述がない。日本の料理書でも、第二次世界大戦前のものにニラを使う記述はない。青山企画、中国料理百科辞典同胞社出版、京都、1988年、P41。文部科学省、日本食品標準成分表2015年版、厚生労働省、 日本人の食事摂取基準。ハット ABCDFGHIJ 田中工事 1995P201 水仙をニラと間違えて食べてしまったら、そっくりの有毒植物にご注意を。イヌサフランなど、死亡例も。産経ニュース。オリジナルの2016年4月26日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 4 2 6 0 9 4 1 5 6 h t t p w w w s a n k i c o m p r e m i u m n e w s 1 6 0 4 2 3 p r m 1 6 0 4 2 3 0 0 1 9 n 1 h t m l 飼い主のためのペットフードガイドライン 環境省、2020年4月29日閲覧。ありがとうございます。